でよかった。ああ、心配？もしかしたら薬で殺しちゃったかと思ったけど大丈夫みたいだね。本当によかった。傷つけたりしないよ。でも彼はいい子にしたら彼は叩くないよ。ねえ先輩、あなたが好きだから先輩逃げ捨てたらどうする？他の人ができたらどうする？許さない、絶対許さない。だから彼を挑発しようよ。彼はだって嫌だってば。じゃあこんにちは先輩。お医者すごいね。俺がいなくて俺が寂しいんだよ。みんな素敵なナイフが楽しいだぞ。あなたと遊ぶのが大好きだって舌をビルでやろう。君と話し合った男の子殺しておいたらいいかな。多分今すぐ殺すと思う。彼はもう一歩の部屋で私を待っている。大丈夫、心配しないで。その男の子の名前くるよ。もう違う。ここで私は待ってます。殺さないでくれ。こんにちは先輩。先輩逃げ捨てたらどうする？
Thank you.
やめるんだ。意図しても無駄だよ。逃げて先輩、リネマだった。意図しても無駄だよ。